ですが、ライン6とそのワイヤレスを使ったですね、功くんのちょっとスペシャルな技をですね、披露していただこうかなと思います。7弦ならではの、何から言ってみましょうか。何が見たいですか？何が見たいですか？ちなみに彼はですね、もうずっと、7弦っていうギターをね、6弦ほとんど弾いたことないんだよね。7弦っていうのはですね、普通はギター6弦が E なんですけど、そのさらに下の B というベースの領域の音まで、入って。普通6弦ってどういう、普通7弦だと思うんですけど。普通7弦か。普通7弦ですね。まあ、その7弦ならではのですね、テクニックをいろいろ持ってるので、披露してもらいたいと思いますけど、最初どうかな。やっぱり伊沢のね、タッピングからいってみようかな。お、いきなり試練ですね。ですね、そうなんですね。つぶたちはっきりしてますね。そう、まあ、僕ちょっとあんまクリントーンね、もともとクリントーン使うことがあんま好きじゃないので、まあ本当はね、もうちょっとこういい音出してる人いますよね。ああ、ライン6の、いや、伊沢君のやっぱりトッピングもすごい、やっぱつぶたちはっきりしてるっていうのがよくわかりますよ。クリントーンでこのままできそうなの、あ、スラップですか。スラップですね。やりましょうか。スラップ、これ7弦ならではですね。ならではの、拍手拍手。いや、やっぱり親指のサムでね、こうやっても本当にかっきりね、音が潰れないで。これちょっとね、ちなみにちょっと歪ましてもかっこいいんですよ。あ、ちょっと歪まして、じゃあ、はい、お願いします。完璧に。ですね、まあこのライン6なんですけど、まあ通常のミディペダルとかとね、同じような感覚で、もうあらかじめまあストアされているこうディレイだったりとかリバーブだったりとかね、モジュレーション系がこんな入ってるんですけども、まあそれを最初はちょっとオフった状態で僕のリードの音を聞いてもらいたいなと思うんです。いいですか。これにディレイを入れると、これさらにリバーブを入れるともっとこう、非常に抜けのいい音だと思うんですけど、ね、いいですね。なんで本当に足元一つでできるってのはいいですね。ある程度プリセットしておけば。今ちなみに大体何パターンぐらい作ってます？僕はもう4パターンしかないですよ。4パターン、4パターンで大体ライブは一発で、もう一発でそれでできますね。その後何かあるかな、奏法ちょっと。いや、もう別にね、ワーミーやってみる。やだ。ワーミー、
ちょっとね、ギターにはあまり良くない奏法なんですが、まあ別に僕その全然気にしないんで、まあフレットとかね、削れるのは覚悟でやらなきゃいけないんですけども、先に説明すると、すごく便利なので、これは。特殊効果音的なね、そういうものをこう、何か探している方にはすごく便利な。通常ワーインペダルっていうのがあって、ウィーンってこう、オクターブ上、2オクターブ上ね。逆にオクターブ下、2オクターブ下まで行こう、行けるようなワーミンペダルってあるんですが、まあ僕はそれを使わずにですね、ギターだけでワーミンペダルをやっちゃおうというね、奏法が実はありましてですね、ちょっとね、それをね、見せたいと思うんですけども、全然大した技でも何でもないんですけど、まあ2弦を1弦の下まで引っ張るという、フレットの下まで引っ張るという奏法なんですけど、ちょっと見てもらえますか。という技でございます。まあ。まあ今はね、この単音でちょっとやらせてもらったんですけど、まあフレーズの中にこう絡めたりとかすると、まあこうタッピングしながら、ユンとかね。まあ某スティーブ氏が、もう実はこれやってるんですけど、まあギターがね、ライブの時にこうサブギターとかもしある状態の人がいれば、まあ思い切ってやってみると面白いかもしれませんね。なかなかやろうと思ってもできませんけど。家帰ってやろうと思って、よくあれ引っ張れんなと思って。うん、まあ力じゃないんですけど。力じゃないよね。なんつうんだろう、こう、ちょいっと、やるとね。で、ちょっとやる。まあやってみてもらえればわかるんですよね。で、普通の、例えばシンクロとこれもらったら今のやつだったら、チュニ狂っちゃうよね、多分ね。狂いますね。ね。フロイトタイプだからあれじゃないですか、ライブの最後の曲の最後の、こう見ないでバーンってやった時に、こう、ね、ひたすらこうやってくるんです。最後の決め技ね。そうなるほどね。わかりました。どうかな、あとは何かありますか。あとはそうだな、スイープ系とかなんか。逆手ぐらい。ああ、逆手ね。こう前拍手なんか、ね、まあスイープをこう逆手でやって、まあ要はだから要はこう表でできれば逆でもできるじゃんっていう発想から始まったんですけど、まあこれも別にね、レコーディングとかでやっても全く意味のない、ライブではね。ライブではね、意味があるんですけど、まあ、あんまりやりすぎてもね、うん、もう、前のみみたいになっちゃうからね。あと、私のリクエストは最後に、はい、めちゃ飛びやってほしいですけど、バーバーバーって。めちゃ飛び？ほら。ムササビ奏法。ムササビ奏法。わかりました。ムササビ奏法。はい。はい。まあ手がこうね、こうムササビが飛ぶかのような錯覚に。よくフレットずれないよね。いや、ずれてますよ。普通だったらね、だって1フレットぐらいずれてもおかしくないと思うよね。うんうん、まあ、その辺適当なんですけどね。何でも。